在宅勤務体操。パソコン開いてメールチェックして寝る。どうも、令和チャンネルと見せかけてブスケツです。よろしくお願いします。最近ね、令和チャンネル思うんだよね。攻撃むずすぎ、攻撃むずすぎなあ。ディフェンスライン、中盤、前線、いろんなとこでボール持ってさ、ドリブル、パス、シュート、いろんな選択肢があってさ、むずくれ。とにもかくにも選択肢が多すぎるということでですね、今回はそう、選択肢なくす。要はパスコースを1個にしちゃおうというわけですよ。どんだけ。まあサムネでもね、見ていただいたと思うんですけど、何をするかっていうと、要はこれマラングサールの顔面がボールだとすると、パス出して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 、シュートってやるわけですよ。俺は何を考えればいいかっていうと、ここのマラングサールがボール持った時にバランにどうやってパス出すかだけを考えればいい。だから、ブスケツがボール持ったら、どうやって寝止めにボールを出すかだけを考えればいい。そう。だからみんなね、難しいこと考えすぎや。だから、ゴールがあって、そのゴールに直結するために、ドリブルする、パスするって、こう逆算して計算するや。違う、もう足し算。もうひたすら、目の前のやつにパスを出す。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 これを続けると、バカでもできるウィニングイレブンのやり方、これ絶対。ね、俺みたいな頭悪い中遅れみたいなやつは、このサッカーを真似してください。例えて言ったらさ、なんていう、その、優勝って聞いたら、いや、優勝さすがにちょっとハードル高いよってなるやん。でも、なんかその、今日の試合勝つとかやったらさ、なんとかなるやん。これも一緒で、ゴールって聞いたら、どうやって言ってるかわからんけど、パスって聞いたら、なんとかなりそうやん。ここにパスできるやん。俺、できるやん、ここも。できるし、できる、できる、できる。あれ?デルピエロがボール持ってるよ?コントロールカーブ。入る。これですよ、皆さん。あと、今回の企画で、ちょっとだけルール設けてます。それはもう、手順通りに絶対パスを出さなきゃいけないってこと。メッシがボール持って、あ、間違えてデルピエロ出しちゃったってなったら、デルピエロが仮にフリーでも一回メッシ戻し、そっからベルカンプデルピエロしなきゃいけないっていう、そういうことですよ。まあ、要は何が言いたいかっていうと、手順通りにボールを回して、ゴール決めて大団円って感じですよね。ピタゴラスイッチみたいにやっていこうっていうわけですよ。行きましょう。で、ちなみに僕もいろいろ考えて、このスカット組んでるんですけど、プレイスタイルとか見てね。でも、うまいこといかない可能性もあるから、とりあえずサブにはいろんなプレイスタイルやついっぱい置いてるんで、だから、あ、こここいつの方がいいなって思ったら速攻変えてから、こううまいこと理想のピタゴラスイッチを作っていこうというわけですね。ゴールを意識しすぎるあまり、どうしてもなんかこう判断力が鈍ってみたいなとこあると思うんで、もう目の前のパスだけ、もう積み重ね積み重ね、それなんかその塵も積もれば山となでしこみたいな感じでやっていきたいと思います。それでは皆さんの調子を見せろ。よし、あー、どのでも調子悪いけど、まあそれはいいや。と開いてみます。はい、こんな感じね。はい、ちゃんとしたスカッと相手に通用しないと、この企画全くもって意味がない。ただのお遊びじゃない。これは本気のゲームなんだ。これで目の前のパスだけ集中すればいいねってなったら、このサッカー流行るから流行らせようぜ。よし、今日。まだプジョルがボールで。よし、どう?プジョル、ここでボール持ったらもうここから行くわ。モドリッチ。で、ブスケツどこだ?これか?で、ブスケツさ、どこだ?どれブスケツ?え、これブスケツ?どれ?ブスケツどれ?あれか?ブスケツ?ブスケツ待って、ブスケツ!やべ、ブスケツの位置がシビアすぎる。まずい、まずい。ちょ、待って。ぬんまるさんです。さあ、あるボール持った。はい、次。バラン。バラン!バラン来てくれ!バラン!よし!あ、さあ、クリバリだ!あ、クリバリでいいか。あ、待って!バラン!バラン待って!あ、危ない!ちょ、待って!今の、今の中の押して!モドリッチ、モドリッチ。で、ブスケツ開いた!はい、ブスケツ!で、サイド!ここ!なあ!バカ無知!どんな沼がボール持ったらその時は、マラングサールからスタートよ、そりゃ。サール、バラン、クリバリ、プジョル、ワンパー、じゃあ間違えた!メッシ戻れ!メッシ戻れ!くっそ、むずい!ここはそう、ぶつけていい!これじゃいいぞ!よーし、やめた!寝止めろ!とりあえず走らせといて、ベルカンプ!来た!デルピエロ!いやー、惜しい!マジか!もう、プジョル、あれか!ナイス、ぶつけていいぞ !1、ぶつけて、サイド、そう、寝止めろ、一発!これ、急げ!ベルカンプ!デルピエロ!あー、ダメだ!いや、ラストパスがダメだ!ラストパス、集中しろ!わかるな、自分がだからどういうところのパスか、あー、やらかした、完全に。やばい。終わった。あー、終わった。ブジョル。戻り位置。待って。ブスケツがむずい。ブスケツがむずい。ちょっと、危ないバカが。ふざけんな。なんでゴール前の緊張感、俺自陣の中盤あたりでなんか味わわなきゃいけないの、おかしいでしょ。ブジョル、あ、危ないです、ナイス。あ、デルピエロがボール持ったらもうデルピエロしかいけんよ。じゃあ、捨てた。デルピエロ捨てた。いや、やべ。なんか来る。なんか来た時、あ、ナイス、ブジョル。クリバリ。あ、きついわ、これ。ボール取らない。まずボール取らないか。まだボール取らない。だから、プジョルがさっきからボールぶつけられたんやけど !1 メートル打ちたプジョル頑張ってるからいや、もっとさ、集中しよう。目の前のパス通すけど、もっと集中してないか。そう。なんでそんなことしてるかっていうと、無駄なもん見すぎ、令和チャンネル。いかんか。待てよ。落ち着け。まず、ブスケツとモドリッチのこのラインがむずすぎるから、プレイメーカーにすることによって、よりこう、ボールを受け渡しがしやすくさせて、どっちかというと裏抜けてほしいから、ここでインザキ投入。よし、これでいこう。で、モドリッチ出すときが大事。ほら、よしよし。で、ライカールドが、
ちょっと絶妙やけど、まあまあいい位置か。で、メッシが、メッシ、そうそう、メッシ、いい通してくれた、ラブ通してくれ、あー、危ねえ、モドリッチ。ナイスライカルド、いいや、いい動き、いい動き、そこ上がってくればいい。で、あ、バカバカ、できえよ、なんで一人で行くの、落ち着けって、バカ。ライカーズ位置高い、ライカーズ戻ってこい、ライカーズ位置高いよ、ちょ、あ、間違えた、クソ、もう。ライカルド、いい。で、二度目の、いいメッシ動き、あ、バカ、何やってんだ、レイは、アホが。二度目の、そう、で、違う違う違う、間違えた、間違えた、80分。ちょっと待って。ラスト1攻撃や、多分これ。マジ集中しろ。マジで集中しろ。もうなんなら全員走らせろ、こうやって。モドリッチ。ライカルド、そう。で、ここ。で、メッシが、あー、待って、クリバリがいっちゃったから、メッシが血を落ちた。メッシ、そう、メッシ、ナイス。ベルガム、これ。ベルガム。いいだけ。あと、いいだけ。一人で行くしかない。ガーあよっしゃ、ライカルド取った。ライカルド取ったら、デドメド。メッシ、ベーえ、思ったところにパス出すのがむずすぎる、マジで。怖くなってる、俺も。俺も俺で怖くなってる、やっぱり。なんか、絶対ここに出さなきゃっていう集中力が逆にミスを生んでるわ。で、もう一個分かったことある。無駄なワンツー絶対やめた方がいい。無駄なワンツーしちゃって、こうやってクリバレがバーっていったら、その分メッシが縮こまったりしとっちゃうから、だから、この無駄なワンツーは絶対やらない。オフェンシブミッドフィールダーがボール持ってからが勝負だろうと思ったら、そこまでが勝負だったわ、マジで。もう中盤3人がマジで鬼門、あそこが。どこが山場かよう分かった。要は地形が読めた。このスカットの。モドリッチとか取られれば最高。いや、もうライカルトとかだったらもっと最高。ライカルト戻っちゃったりが最高と。あ、オッケー、あー、クリバリ取った。お前、クリバリ、取るな、クリバリ。お前、走るな、クリバリ。お前、前行っても何もできねえんだから。みんなの場所なくなんの、お前のせいで。で、どうぞ、落ち着け。これ待て、落ち着け。メッシどこだ、メッシどこだ、メッシ、いた、ナイスメッシ、メッシ、いた、ベルガム、来た、いてる、ザー、押しちゃった。ちょっと待って、いかいで、いかいで、俺、ベルガムまで持ったらもうゴールだと思っちゃったろ、いかいが。そこは最後だから、一番集中するとこ。いや、ライカルト、ボール出しはでかい。出した、よけた、メドメド、走っちゃダメ、オッケー、で、ここで一番集中する、ここだ、ガーッ、惜しい、いや、よかった、いや、待って、神、すー、こけで PK なれ、くっそ、いた、あ、待って、落ちちゃダメだ、これは、これは違う、事故った、スリーポイント打っちゃった、いけ。くれてやる。今のはなかったことしよう。だ、決めてくれ、決めろ、あ、決めろ、俺もこの一点が欲しい、俺が見てるうちに決めるんだ、早く、俺も本当は欲しいさ、この点が、見てるうちに決めろ、男に行け、決めろ、早く決めてくれ、もういいんで行ってくれ、だ、決めろ、決めろよ、やれ、そうだ、それでいいんだ、勝負だ。俺はだけどルールを破った、だからこそ今のはノーカン、ノーカンだ、かっこいい班長。お、ライカルトがいい位置いるね、完璧、ここライカルトで、ネドベド、メッシ、ナイス、ここで違う、負けた、メッシ持つ、いやー、オッケーオッケー、あ、待て、ベルカンプになんとかなし、ここだ、ナイス、ここテレビだ、惜しい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 、あの、なんで、ウィニングにも新しい楽しみができた、めっちゃおもれ、おー、危ない危ない、メッシがこう、もろで、メッシってことはベルカンプか、ベルカンプ遠くで、あー、ライカルト行っちゃった、ごめん、ワンツーになっちゃった、ごめん、これ、中としちゃ、これ見逃して、ベルカンプ、ナイス、いけ、デルビエルバーエルバル、俺たちがかよ、もろ取るでかい、よしよしよし、ライカルトどこだ、ライカルト高いよ、第1が、ライカルト1高い、ちょ、待って、戻ってくれ、いらないかと。二度目の、二度目のサイド張っとるな、お前、次メッシやぞ。どのタイミングで渡すか。ああ、許せ、くっそ。相手も分かってきてる。だんだんやばい、コース読まれてきた。まずい。いや、シゲの頃がストレートしかないの見破られた、まずい。もう、あざとずらして、ライカーとこっち向いて、で、二度目の、メッシどこだ、メッシよ、いいとこいる。で、ここでダブルタッチ、間に合い、よしよし。来た、完璧。いけーダメだ、あそこから戦略がなくなる、オッケー、オッケー、やべ、あー、ルーレットはきち誰、普通にやられたんやけど、あ、ヨナタンタか、ヨナタンタ、クリバリ、はい、バラン、はい、プジョル、ワンパーで、
疲れる。違う。おー、もうマジ令和しねえよ。お前のせいでおもんなくなったぞ、企画が。それでいいんじゃ。それでいい。メッシ、ダブルタッチ。よっしゃ。ペカペカ。待って、ここでいいじゃなー。くそ。いやー。企画の趣旨忘れんな。落ち着け。一本一本のパスを、そう、シュートのように落ちて天にやる。メッシ来てくれ。メッシどこ、メッシどこ行ったの。そこにいるんだ、メッシ。来た、いたけ。いやー、素敵だー。よーし、これ以上嬉しいゴールはない。なあ、見たか？これでいいんだよな。これでいいんだよな。考えなくていい。目の前のプレーに一生懸命になれば勝てます。まあ、勝ちとか負けとか強いとか弱いとか置いといて、おもろいです。